自称ですが、世界一優秀なはずの韓国さんですが、世界大学評価ランキング50位以内に韓国の大学が一つも入ってなかったようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。世界大学評価ランキング50位以内に韓国の大学は一つも入っていない。すごいと言われていたソウル大、韓国科学技術大学、カイストも順位外だ。アジアでは中国、日本、シンガポール、香港などが順位内に入っている。大学の競争力は日に日に低下し、医大や一部のお金につながる学部に人が集中し、大学も授業料で儲けることだけに注力している。しかし、昨年の出生人口が24万人なのに対して、大学入学定員は47万人だ。このままいけば、一部の大学を除いて、韓国の大学はいずれほとんど破綻するようになっている。今からでも、50以上の国立大学を一同一国立大に統合しながら競争力を強化し、乱立する私立大も統合を積極的に推進し、競争力を育てない限り、最終的にほとんど壊滅レベルに達することになるだろう。政府は今からでもノムヒョン政府時代に定めた一同一国立大政策を真剣に検討すべきだ。それでは韓国さんの反応です。62位くらいなら妥当なんじゃないかと思う。とにかく我が国で勉強ができてお金持ちの人間はアメリカの大学を卒業するだろうから、そもそも大学に費やせるお金が違いすぎる。個人的にはこのレベルであればコスパで見ればかなり優秀だと感じる。コピー論文で博士号を与えるような大学にどうやって競争力を求めるんだ。とにかく我が国は大学のレベルをもっと高める必要がある。教育水準であれ教育方法であれ。それでも政府は大学の研究開発費を削減するという、ソウル大のようにその国の学生を1位から10位つけて独占している大学は他の国にあるのだろうか。俺は前にも書いたけど学生の問題じゃないと思う。教授陣もソウル大出身の人だけを使うのではなく、いろいろな大学出身者を使うべきだと思う。国内でどれだけ飛び抜けてたとしても、外に出れば胃の中の蛙であることを示している。そういう集団が既得権益を握っているから、政治、経済、社会、文化全体が胃の中の蛙のような状態になっているのだと思う。ノーベル賞受賞者がいないから順位圏内に入れないのだと思う。優秀な人材は医学部に進学するというが、実は医学部のランキングで見ても中国、日本、シンガポールより下という。海外の大学は研究を中心とした勉強をしている。我が国は単純にスコアを稼ぐための勉強だから、ノーベル医学、物理学、化学、生物学賞などが受賞できない。教育熱が高いというが、世界的に見て決してレベルが高くない大学に入るために他のことを全て捨ててまで勉強にオールインしているのが恥ずかしくなる。世界ランキング62位の大学を卒業した人間が国の中心機関を牛耳ってるというのが本当にどうしようもない。昔よりアメリカの大学のランキングが大幅に下落してる。アメリカでも大学が増えすぎてるのか。イギリス調べのランキングだからこんな感じなんだろう。他の国のランキングではアメリカの大学が1位だ。そのランキングでさえ我が国の大学は県外だけど、世界的に見ても IQ がトップクラスで優秀なはずなのに、なぜ？ということで、ソギョンドク教授を見ていればなんとなく韓国の大学のレベルが予想できますよね。まあこの教授だけじゃなく韓国さんの普段のコメントを見ていても、本当に文章が理解できないのかなとか、科学を一切無視した根拠のない主張を繰り返していたり、とても学歴社会の国とは思えず、本当に思考が国際社会から隔離されたどこかの少数民族って感じがします。それでもソウル大学が62位、セジョン大学が76位、カイスト大学が83位に入っているようです。韓国さんはスポーツで日本に圧倒されると、よくフィジカルでは日本より韓国の方が完全に上なのにとか言っているのを見かけますが、今回も世界的に見ても
IQ がトップクラスで優秀なはずなのに、とか言っているようですね。韓国さん。そこは疑問に思うところではなく、勘違いだったんだと気づくところだと思うんですが、気づけない時点で IQ が低いってことに、気づくわけはありませんでしたね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。